はいどうも、ふらちゃんです。はい、じゃあ今日はね、サブキャラを作るメリット、こちらについて解説していきたいと思います。最近ですね、サブキャラを作るメリットについてコメントをよくいただくんですが、今回はですね、そちらのメリットについて解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それではまず一つ目、メリットですね。 自分の欲しいサポートを登録できるということですね。まあ、これは結構大きくてですね。まあ、自分の欲しいサポートってなかなか見つからないじゃないですか。まあ、いろんな体制あったりとか、あと細かい法事の設定とかしたりね。その辺っていうのが自分で一人だけだけどもできるよっていうことですね。 まあ、こちら結構ね、できるできないだと、まあ、だいぶですね、レベル上げの効率だったり、その辺にもだいぶ影響してくるので、まあ、なかなかいいメリットなんじゃないかなと思います。まあ、ということでですね、自分の欲しいサポートを入手できるということで、こちらは大きなメリット、一つ目です。で、続いてですね、 違う職人ができるということですね。まあ、一キャラだけだとね、やっぱり自分のやってる職人だけになってしまうんですよね。例えばランプ職人だけだったりとか、あとは道具職人だけだったりとか。ところがですね、まあ、こちら、サブキャラを作ることによって、他の職人も非常にやりやすいということですね。まあ、しかもこの職人っていうのはね、まあ、別にあの、深く進める必要はないので、本当に最初の村にだけ行ければいいみたいな、そういった感じなんでね、まあ、かなりですね、職人の方はやりやすいかなと思います。まあ、あと道具袋の拡張とかね、 この辺をちょこっとやれば、まあ比較的楽にですね、職人の方は始められるんじゃないかなと思います。まあとにかくですね、まあ、自分道具職人やってる、でもね、ちょっとランプ職人もやってみたいっていう人はね、ぜひともこちらサブキャラを作ってやってみてください。で、続いてですね、日替わり討伐とかが多くできるということですね。まあこちら週替わり討伐もしかにね、結構時間帯効果もいいです。 ああいうのっていうのは1キャラ1回だけなんですよね。ところがこちらサブキャラを作っていることで、もう多くね、その分できるということです。宙わり討伐なんかも依頼書とかもらえますよね。その辺もらえると非常にお得ということでね。ぜひともこちらやってほしいということですね。他にもですね、バトルルネッサンスだったりとか、あとは釣りの報酬だったりとか、その辺もですね、1キャラ1回までとはいえ、サブキャラを作るとその分多くもらえるんでね。こちらぜひともやってみてください。で、続いてですね、倉庫が多くて、 使使ええるとということで、まあ、こでちら倉庫が多く使えますよね単純に家が多く持ってたりするんでね、まあ、あとは普通に倉庫もあるあとは手持ちも多く持てるみたいな結構1キャラだけだと倉庫がいっぱいいっぱいになってしまうことがありますでその時に活用するのが主にですねサブキャラクターの家ですねそこの収納を使うみたいなそうやるとですね多く倉庫を使えるということになるんでねこちらの使い方もぜひともおすすめしたいですで次ですね 直を分けることができますというのも今はね、ほとんどこちらないんですけども、まあ、昔はね、ちょっとスキルフリーのやり方が変わっていて、まあ、例えばあの全部共通だったんですよね。なので、 ちょっとやりたい職業ができないみたいな。レンジャー振っちゃうと戦士ができないみたいな。逆に戦士に振っちゃうとレンジャーができなくなるみたいな。そういうことがあったので、そういうことをなくすためにできる職業を分けるっていうね、そういう方式をとっていました。自分もですね、このキャラクター、今出ているフラちゃんのキャラクターですね。こちらは脳筋物理アタッカーの職業として育てていました。もう一人のエルコちゃんがいるんですけども、そちらはですね、基本的にあの魔法職みたいな。僧侶だったり、あと魔法使いみたいな。あと占い とかねそういうやつをメインに育てていましたで、昔はねそうやらないと面倒くさだったんですよね まあ、あの、法事とかもあったんで、結局ですね、法事を付け直したりだったりとか、もしくはこの装備を変えたり、スキルを振り直したりみたいな、そういうことをしなきゃいけなかったので、こちらサブキャラはですね、結構皆さん昔はそうやってましたね。自分のやりたい職業多くあるけど、できないみたいな、めんどくさい。ところがこのサブキャラクターを作って、職業ごとにこう、キャラクターを分けることによって、職業が出しやすくなるみたいな、そういった感じがあったんで、昔のメリットとしては、これ結構でかかったですね。 もう全部個人個人になったしあとは法人の方もですね職業ごとになったのでそのメリットはまあないかなとは思いますまあでもやってもいいとは思いますということでですね結構メリットがあったわけなんですがこれでですねじゃあデメリットはないのかとまあ思う方は結構多いでしょうもちろんですねデメリットもありますということでやっていきましょうまず一つ目のデメリットですね 育てるのがすこぶるめんどくさいということです。いや、これがね、すごくめんどくさいんですよ。一からやるわけじゃないですか。まあ、ストーリーね、二周目なんで、スキップ機能は使えるにしろ、もう一回あの長いストーリーを知って、 ストーリーリをもう復習しないといけないいいとけでもって、あとはですね、お役立ち機能だったりとか、その辺もやんなきゃいけないので、かなりめんどくさいですよね。まあ、倉庫クエストやる。で、ドロボードクエストやる。で、そうやってもう、こまごま、こまごましたクエストを、またやんなきゃいけないんですよ。 であとは報じとかもね集め直しとか、まあ、とにかくめんどくさいレベルも上げ直しもう本当に嫌になっちゃいますよ、まあ、こちらですね先ほど言ったメリットの一つで自分の欲しいサポートを入手できるこちらをもしやりたい人がいれば まあ、これは結構進める必要がありますよね。レベルを上げて、装備も揃えて、宝珠も揃える必要があるので、まあ、結構ね、育てるのがめんどくさいかなとは思います。その他のね、職人をやるだけだったりとか、あとは日替わり討伐をやるだけだったりとか、その辺だったらほとんど育てなくてはいいので、まあ、大丈夫かなとは思いますね。 で、続いてですね、作業量が増えるということで、まあ、こちらは当然ですよね。日替わり討伐を多くやろうとするんだったら作業量が増えます。まあ、それでいいんですけども、結局ですね、なんか、やらなきゃいけないみたいな感じになってしまうと、結局ですね、なんかもう、つまんなくなるみたいな、だいぶマンネリ化してしまうんで、その辺は注意してください。やりたい時にやればいいんでね、無理してやる必要はない。結構サブキャラクターを作ってしまうと、やらなきゃもったいないっていう精神が働いてね、 で、それでも作業量がえげつないことになるみたいなことあるんでそこはですねちょっと自分の融通を利かせながらやってみてください。で、で続いてですね 得点の使いいい方が難しいとということです、すまあああの300日ログインとかありますよねであれでなんかいろいろもらえるじゃないですか。キラーパンサーのプリズムだったりとか。で、その辺のですね、使い方が難しいというか、まああの、今使ってるメインのキャラクターで、で、次サブキャラクターを作るわけじゃないですか。で、そのサブキャラクターにちょっと愛着が湧いてしまった時に、じゃあどうするかっていう話なんですよね。まあそのサブキャラクターにそのプリズムを送るのか、それともメインのキャラクターにプリズムを送るのか、これ非常に迷って っちゃってねでそれでなんかマンネリ化しちゃうみたいなで最終的に飽きちゃうみたいなことがあるのでそこはちょっとね注意してくださいはいということでねまあデメリットはこんな感じですまあとにかくですね育てるのがめんどくさいっていうことだけですねその他はねまあちょっとしたことかなって感じはしますまあというわけでこちらですねサブキャラクターを作る人ぜひとも参考にしてみてください それでででは、いかがでしたでしょうか。がししたょう今回はです、ね、サブキャラクターのメリットデメリットを解説しました、まあ、とにかくですね、メリットといえば自分の欲しいサポートを入手できたりだったりとか、まあ、もしくはね、ちょっと金作面で多くのことをできるみたいなそういったことがありましたで、デメリットといえばやっぱり育てるのがめんどくさいということがね、まあ、真っ先に上がるかなって感じでしたねというわけで皆さんですね、こちらを参考にしながらサブキャラクターを作ってみてくださいそれでは以上ためになったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた会いましょう